札幌市の緊急対策では、物価高騰の影響を受ける市民生活の支援を目的に、市内の全家庭およそ102万件を対象に、2ヶ月分の水道基本料金およそ2900円を減額する方針です。また、18歳以下の子どもがいる世帯を対象に、子ども一人当たり1万円の臨時給付金を支給する方針です。さらに、燃料価格高騰の煽りを受けるタクシー事業者への支援や、 中小企業への資金貸付追加などが実施される方針です市は来月1日に予定する臨時議会で補正予算案を提出する予定です